こんばんは。アバンギルドのブッキングの亮太郎です。今日は2014年、5月14日、水曜日、京都木屋町にある多角的アートスペースアバンギルドにて、UR ラジオ食堂と題して公開収録しております。今日のも素敵なゲストに来ていただいているんですが、その前に皆さんに一曲聴いていただこうと思います。ですね、前々回の UR レディオでも聞いていただいたんですが、ミルキーミーというフランスのアーティストなんですけども、ボーダーズというアルバムからグッドラックという曲を聞いていただこうと思います。トラックという曲を聴いていただきました。ミルキーミーのライブがですね、7月の8日、それから10日と、ここで、ライブをしていただくことになっております。皆さんぜひ足を運んでいただきたいなと思っております。それでは本日のゲストを、紹介したいと思います。俳優の、二口大学さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさんとも、結構長いお付き合いをさせていただいてるんですけども、何年前ですかね、一番最初に。何年前ですかね、あれ。でも10年近くなるんですかね。なるかもしれませんね。ですよね。木屋町の図書館というバーで、はい、朗読と即興音楽の会っていうやつでやらせていただいたのが最初ですよね。そうですね。その図書館のママのひよこちゃんが、はいはいはい、
集めてくださってね、はい、そうなんですよね。あの時あれですよね、そのシャンシャン台風の西村さんとすでになんか一回一緒にやってはって、いやいやいや、そうじゃなくて、あの時3人で会ったのが初めてやったと思います。ああ、そうですか。そうです、そうです。あの西ちゃんとは本当にだから、その亮さんと西ちゃんと会うの、うん、そうやったと思います。どっちか先には会うてるってことなくて、はい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 、あの突然3人で会ったみたいな感じで。考えたら無茶な企画でしたよね。でもそれ、そうですね。でもこんなになんていうんやろ、こう長くなるという不思議な感じしますよね。そうですね。ね、本当に狭いちっちゃな、そうです、ね、もう6畳か8畳ぐらいのね、とこでしたもんね、お店で、うん、その中に真ん中にこう炉の字型にこうカウンターがあって、はい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 、でその周りにお客さんがいるんですけど、その周りのお客さんの中に陽太郎さんと西山もいて、でみたいな、で僕も端っこにいて、はいはいはい、それで図書館という名前なので本がいっぱいあるので、はい、その本を適当に選んで、はい、音楽に合わせて読み、読んでるのに合わせ音楽をが合わせてくだすって、はい、というような、なんか不思議な、不思議なねえ、なんか変な盛り上がり方をしてたみたいな感じのですよね。そうですね、うん、不思議なあれでしたけども、僕もまあその時に初めてそのふたくさんを知ることになったんですけども、そのまあそのあれですよね、俳優としての活動はめちゃくちゃ長いですよ。何年ぐらいになるんですか、ふたくさんって。お芝居始めたのが大学生の時なんですね、はい。はあはあ、京都ですか。そうです、はあ、僕はあの同志社大学の第三劇場っていう学生劇団に入ったのがきっかけで芝居始めて、はあはあ、で4回生で大体、まあ、普通に考えればお芝居辞めるかなと思うんですけど、はいはいはい、それが就職活動して就職が決まっていたのにもかかわらず、あのお芝居続けてしまったんですね、はいはいはい、その就職辞めて、はい、まあ、時代も93年卒業なんですね、はい、93年の3月卒業なんで、はい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 、まだまだいい時代っていうか、うん、そんなに落ち込んでない時代だったんです、はい、まあまあそうですね、大学にバブル、ちょっと下火でしたけど、いやまだ、はいはいはい、まだなんか、ね、はいはい、同級生は証券行ったり銀行行ったりしてる時代で、うんうん、なので、若干は、ね、まあ、まだいい時代で、まあ、もういいかと、なるほど、なんかこう、はいはい、まあ、仕事、その就職が決まってた仕事もやりたい仕事ではあったんですけど、うん、でもちなみに何の仕事だったんですか。テレビのディレクターの仕事なんです。あ、そうなんですか。で、まあ、でも小さい制作会社の、はい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 、局とかではなくて、うんうんうん、その当時TBS の TBS があの赤坂にあったんですね、はい、でその隣のマンションの2室だけの会社だったんです。なんかテムジンっていう、ね、会社なんです、はいはいはい、でもう亡くなったかなと思っていたんですよ、はい、あんまりテレビを見ててもテレビも見えひんしと思って、うん、この間2、3日前ですかね、なんか NHK の番組の最後にテムジンで出て、あ、まだやってんねやと思って、なんか中国関係が強い会社だったんですよ。で、僕、中国で学生の時、長いこと旅行ったりとかしてて、はいはいはい、なんかそういうので、なんか気に入ってくれて、撮ってくれて、なんか中国の一人っ子政策とか、はい、なんかそういう問題を扱ってる会社やったから、面白いなと思って、行こうと思ってたんですけど、でもなんか芝居の方が面白くなっちゃったんですね。でもその93年ぐらいの中国と今の中国でまあ全然違うじゃないですか。全然違いますね、うん、それで言ったらその当時の中国の印象とかってどういうふうなイメージ持ってはりました、その二つさん自体。ああ、なんか今でもそのなんかこうパンパンに膨らんでる状態やなっていうのは、はいはい、ああ爆発寸前というか、まただけど人民服を着てる方もたくさんいらっしゃって、うんうん、自転車もたくさん、自転車もものすごかった、はいはいはい、今それが車に変わってるんだと思うんですけど、うんうん、それ見た時にやっぱりなんかあまりにも人が多すぎてこれは一体どうなるんだろうかというのはすごく思いましたね、はい、もう汽車に乗るんですけど、はい、電車じゃなくてなんか汽車に乗るんですけど、はいはい、乗ったらもうみんなそこでこうゴロネをしているというか、もう長時間の移動するだけですごい大変ですか、北京から南京行くのとか、北京じゃない、上海から南京行くのとかでもものすごい時間がかかるので、ここどうなるのかなって思ってましたね。で軍人さんはその当時やっぱり威張ってるし、なんかそう、ああすごく格差があるなっていうのはもうキリしてたし、
なんかその中国とまあそういうふうな関わりがまあいろいろあって、今何かそれがそのお芝居に生きてるとことかってあったりします？中国とっていうのは直接はない、ね、まあそのでも一人旅なりとかで何かしらこう、あの時の経験が実は今こういうふうに生きてるなみたいなのとかってあったりしますかね？あの時の経験、まあ、ああ、なんかでもそう、あの、なんかドキュメンタリーにすごく興味があったのは、うん、なんかその、ドキュメンタリーってなんかこう、その人の表情をずっとこう、映しているというか、まあいろいろなこう、あの、流れがありながら、その人の顔をずっと映していくことで、はい、その人の表情をずっと見ていくみたいなのがあって、うん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 、で、その一人っ子政策のその番組の時に、うん、あのまあ、闇っ子って言って戸籍の持たない、はいはいはい、要するに女、はい、農村部で子供が生まれると、はいはい、あの男の子が欲しい、はい、女の子が生まれると男の子欲しいから、はい、隠しちゃって、うんうん、もう一度産むってみたいなことになって、はいはいはい、でそれをあの民生委員みたいな人が、はい、要するに党の人がこう来て、はい、あの調査に来てあの調べに来る、なるほど、その時のそのお母さんの表情みたいな、あすごい複雑なんですよ、ね。まあ、いたたまれないです、ね。いたたまれない。そうなんですよ、ね。で、その表情がなんかこう、なんかこう、怖い、例えば恐怖だとか、はい、不安だとか、何かって、はい、何かの表情になるんかなって思ったら、はい、無表情なんですよね。あ、限りなく無表情で。無表情である。でも、限りなく感情的にはものすごく複雑なものを持っているみたいなのがあって、で、役者の演技っていうのも、うん、なんかやっぱりそういうもんじゃないかっていうか、なんかその、ものすごく強い感情に突き動かされたときは、うん、もう顔の表情出ないじゃないかと、ね、本当の深い悲しみみたいなものとかっていうときには、もう無表情にならざるを得ない、うん、ものすごく嬉しいときにもしかしたらそうかもしれないとか、うん、はははははなんか そういうこととなんかこう演技っていう、まあ、今役者やってるんですけど、こう演技ということとなんかこうつながってるような気がして、あ、なるほどね、だからなんかすごく人を見るっていうのがすごい好き、はいはいはい、観察するというか、そうですね、はいはい、じーっとこう見るっていうのは、別にその人を見て、その人のことをなんか暴こうとかみたいなことは別にないんですけど、なんかこう、はいはいはい、どうしても見てしまうっていうか、その、まあね、ありきたりなその喜怒哀楽っていうものが、そのまあそうですよね、なんか単に喜んでるだけっていうわけじゃなくて、うん、そこにいろんな、まあ、うん、なんていうんでしょう、こう、ちょっと、こう後ろめたい喜びもあればとか、その単純なもんではないってことですもんね。ないと思うんですよね。特にそうやって普通に生きてる人なんかいろんなことをみんなそれぞれ抱えてるわけで、その瞬間瞬間で、ね、当たり前のようにカテゴライズされるわけでは絶対ないやろうし。そうですね、うん、で今一番直面しているものがなんかこうメインのなんか問題点であったとしても、はいはい、それに付随したサブ的 な, なんかこうストーリーみたいなものが必ずあって、あ瞬間でこう色々こう入れ替わったりとかするっていうのが人なんだなっていうか。あなるほどね、うん、でもそれで言ったら本当そのリアリティですよね。だからそうですね、その、まあまあ、言うたらお芝居っていうのはまあなんていうんですか、バーチャルというか、まあうん、やけどもそこにリアリティをこう追求していくところっていうところのものなんですよね、お芝居。そうですね、お芝居の演じ方としてはそういうカテゴライズされたものを直接的にパッと出すっていうのは一つのあり方だと思うんですけど、うんうん、必ずしもそれだけではなくて、もっと複雑なものも描けるというか、台本とかテキストとかにもよるんだと思いますけど、でも俳優さんの仕事の中にはなんかそのなんかただただ一言ではこう言えないというか、言葉だけでは本当に表せない何かこう複雑な、あと本当に喜んでるんだけど喜んじゃいけないなと思ってる自分もいるっていう葛藤の表情だったりとか、それを思っている私がまたいて、じゃあ喜んだ方がいいんじゃないかみたいなことの複雑なこう絡み合いみたいなことがなんかあるような気がして、なんかやっぱりそういうカテゴライズされたなんか演技みたいなことじゃなく、うんうんうん、そういうなんかこう自分が本当に感じていることから出発する演技で、うんうんうん、あのもういいんじゃないかみたいに思ったりとかしたりとかしますね。あれですよね、二子さん自身はそのどこかの劇団に入ってる、所属してるってこと今まで過去にはあるんですか？その
その大学のあれ以外は。ありますあります、うん、僕大学卒業 して、まあ、就職を辞めて、うん、卒業した時に劇団を作ったんですね。ふたくさん自身が作ったんですか。そうですね、僕代表で、うん、で、一緒に、同年代の人とか、うん、大学の後輩とかを集めて作ったのが KT カンパニーっていう劇団なんですけど、で、作家がいて、うん、僕じゃなくて別にいて、うん、言っていいのかな、まあ、言っていいですね、それ別に多分調べれば分かるんで、うん、志村忠っていう、うん、その子は兄弟なんですけど、うん、いて本を書いて、で僕は演出して僕も出演するっていう形 で、うんうんうん、であと役者が何人かいるっていう形の劇団を作ったんですね、うんうん、それは何年ぐらいやってもらったんですか。28までやってましたね。23から5、6年ですかね、10回公演までやって、うん、僕が辞めてしまったっすね。その後はずっと、まあ、一人というか。そうです、そこからフリーで、で、まあ、2年ぐらいその、まあ、集団にしようって言って、うん、集団を作ったりとかしたんですけど、まあ、2年でもう解消したりとかっていう形で、基本的にずっとフリーではあるんですね、うん、なんかその、まあ、僕の、まあ、イメージというか、こう、まあ、一匹狼的なそのお芝居の方やなっていうイメージは持ってはいてて、はい、まあ、まあでもそのこう二人劇とかもやってはるじゃないですか、はいはい、でそういうこう、まあ、自分でその企画もされるし、その他の人の企画に呼ばれるっていう形も、うん、もうそれでずっとやってるという感じですよね。でそうですね、ねえ、そうですね、いやだからなんか大変なんですよ。大変っていうか、まあ、呼んでいただいてるときはいいんですけど、それが続くと限らないとか、うんうん、まあもちろんね、うん、その企画を自分立てるっていうのもなんかこう、うん、自分はっとこうなんかモチベーションが上がったときに動き出してやれるんですけど、うん、なかなかそうならないときもあったりとかして、まあもちろんね、すると、で、だいたい疲れてきちゃってもうやめようかなとか思ったときもやっぱりあるんですね。それが30半ばぐらいの時ですかね。まだ未だになんかそういうのってあるんですか。そのもう少ししたらやめようって思う時とかってあったりします、その役者をという。なんかね、最近なくなりましたね。ああそうですか、そうなんででしょう。なんかある種の余裕でしょうね。でもね、余裕なんですかね。なんていうんですか、そのこうやっぱり若い時ってやってないと自分を役者やって言えないじゃないですか、うん、あやっぱりその、はい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 、過去がないから、はいはいはい、やけどその、まあ、すでにもうある程度やってくると、まあ、今例えばそのこうそういうシチュエーションがなかったとしても、うんうんうん、まあそのうち来るやろみたいなとか、うんうん、なんていうんですかね、まあ、別にこう余裕を持ってるわけではないんでしょうけど、うんうん、何かしらの安心感みたいなのがあったりはするんかなと思って、うん、そうです、そういう意味で言うと、うんうん、なんかこうネットワークみたいなことができてきたんですね。でもなんか僕らが今活動している、まあ、緩やかな団体もあるんですけど、はいはい、その人たちとは別にまあ東京行って売れようみたいなことももうないわけですよ。なんか大多数に、うん、なんか1万人に見せたいみたいな欲求はなくて、うんうん、でもどちらかというとなんかこういろんな地方の人たちとお芝居を真ん中に置いて、うんうん、いいお酒を飲んで、その土地のものを食べて、なんかゲラゲラ笑ってるみたいなことをしたいなっていう。わかります、非常にわかりますわ。僕もなんかもう全くそのメジャーであるとかって、まあそれがいいか悪いかは全然別にしてですけど、なんていうんですかね、そういうね、うん、そのなんかそっちの方がいろんな人とこう関わりやすくなったっていうのもあるし、なんか仲良くなれるっていうのもあって、うんうん、そのね、まあそのプロでやっていかなあかんっていう意識を持ってしまったらこう、うん、やっぱお金のことすごく考えるじゃないですか、ね、自分を安売りしちゃいかんとかっていうのも、まあ、それは当たり前のことやと思うし、それはそれでいいとは思うんやけど、うん、なんかいやでも楽しいやん十分みたいな、なんかね、うん、そういうところでこう、まあ、もちろんそのやってること自身ものに対してはものすごくクオリティはきちんと考えていかないといけないとは思うけど、そのスタイルとしては別にそこはいいかなみたいな、うん、のは確かに思いますよね。そうですね。なんかその
まあ、このラジオでいろんな最近、まあ、あの30代今だからアバンギルドでよくやってくれてる、まあ、ミュージシャンであるとかダンサーとかでも30代前半ぐらいの子らが多いんですけどね、うんうん、なんかそういう子らも、まあ、このラジオでも何回か話してるんですけどもうね鼻からねその東京で売れようっていう意識はあんま持ってないっていうか、うん、その割ときっちり就職してて、うん、でそのまあそのなんていうんですかね、そうやけど、まあ、音楽活動は続けるっていう、うんうん、まあ、でもすごい一生懸命やってるんですよ、もちろん、うん、あの全然なんていうんやろ、こう片手間にやってるってわけでは全然なくて、うんうんうん、きちんと真剣にはやってはいるけど、うん、そういうふうな、もうそういうふうなスタンスの方が楽、うん、みたいな感じでやってる子らが多いなっていう印象はなんとなく受けてるんですけど、うんうん、なんかね、それで言うとね、その、まあ、ここもこう劇団の公演とかも何人か、はい、何組かやってもいてるし、ね、うん、まあ、もちろんダンスとかもあるんですけど、なんかね劇団の子らの方が野心を持ってるというか、うん、イメージとして僕は、ああそうですか、でね、うん、そのあ、これちょっと聞きたかったことがあって、はい、そのこう、まあ、音楽業界の話で言うと、うん、そのコンピューターの普及によってこう CD が売れなくなったじゃないですか、うん、90年代の終わりぐらいから一挙に、うん、そのもういわゆるこう CD 屋がどんどん潰れていって、うんうん、その CD っていうもののこうみんなが CD をもう買わなくなったと、うん、その別に置いてないですもんね、そうなんですよ、だからそのなんていうんですかね、こうもうダウンロードでできるし、うん、でそのまあ言うたら儲けが一挙に儲けられへんような、うん、いうようなシチュエーションになったじゃないですか、うんうん、だからまあそういうのもあってそのミュージシャンに関して言ったらそういうふうな野心を持つやつがまあだいぶと減ったんやろうなとは思うんですけど、実際そのメジャーでかつて売れてた人間も今は食えへんような支障になってる人が結構多くなったし、当たり前のように、まあ、でコンピューターでいろんなもんも作れてしまうじゃないですか、音楽に関しても、だからそういうのもあって、まあ そうなってでもやりたいっていうようなやつが残ってはいると思うんですけど、うん、演劇に関して言ったら未だにやっぱりそれは別にないじゃないですか、うん、その90年代終わりから、まあ、今2014年の間のそのいうような劇的な変化っていうのは演劇界ではあったりしました、なんかそういう技術革新みたいなことで演劇の状況が変わるってことはそんなにないとは思うんですよね、ないですよね、だからやっぱもともとがその、なんていうんですかね、こう商売ではないじゃないですか、どちらかといえばというか、うん、まあ、もう基本的にその、まあ、そういう分野はありますけど、ね、赤字が当たり前のようなシチュエーションでずっとやってはいるじゃないですか、劇団の公演とかなんて、だそれでいうとやっぱ元がそこやからそういう変化っていうのはいまだに、今いまだにというかないもんなんなのかなっていうのは、なんかその時代とそういうシンクロしてるもんっていうのは何かしら、うん、あったりするのかなっていうのをちょっと聞きたかったんですけど、あ、直接的なものづくりに関しては、うん、そんなにないだろうっていうのは思ってますね、もともと制約がきつい芸術ではあるなと思うんですよね、うん、そこにいなきゃいけないとかいうこともそうですけど、やっぱりそうはないとは思うんですけど、でもなんか最近その僕今この下闇っていうユニットで3人でやってるんですね、うん、僕、二口と、うん、で広田優美という役者と、はいはい、で2人役者がいて、はい、でもう一人が演出家の山口博明っていうのがいるんですけど、はい、その山口が今あの3人しか、たかたか3人しかいないのに、はい、今その一人がサンクトペテルブルクに留学に行ってるんですね、ロシアの、はい、ロシアの、はい、で2年半行ってるもんですから、はい、じゃあこの取り残された役者たちは何をするのかっていうことになって、うんうんうん、で旧作を再演したり、それをまた別の地方でやらせてもらって、うんうん、ゴールデンウィークは広島、金沢でやってとか、でまた別の作品を今度あの来月の静岡でやったり、まあ、そういうふうになんかちょっと回してはいるんですけど、はいはい、新作ができないじゃないかとなってたんですけど、今スカイプっていうのはやっぱあって、はいはいはい、あのコンピューターコンピューターね、なんかインターネットですね、すごいですね、あのなんかこう画面の向こうから演出するっていうようなことを初めてやったんですね、うん、この間、うん、1月土浦で公演するときに、うん、1作品はもう彼がこう京都にいるときに演出した作品をやるっていうのと、もう1作品新作を作るっていう形になったときに、
その、あ、一作品は僕の一人芝居で、もう一作品はそのもう一人の役者の広田の、あの一人芝居を作る、でそれ作る時にもうスカイプを通じてこうあの演出するっていう形になって、本当に見えてるのかどうかよくわからないんですけどね、向こう画面の向こうでなんか回線が途中止まったりするので、わからないけど、でもわからないなりに何回か重ねることによって一応新作で、要するに山口演出としてまあ作品を作るみたいなのがあって、それはちょっとやっぱり驚きでしたね。まあまあそうですよ。なんかその例えばそのコンピューターの普及であるとか、まあインターネットの普及によって、そのまあ演劇に関してはその元からそういう、まあある種こうなんていうんですかね、超アナログ的というか、まあ人がいて箱がいてお客さんがいてっていうのが大前提な形での表現ではあるから、そのまあ影響はそこまでその音楽業界みたいなその CD というあれではないじゃないですか。だから余計にそのなんていうんですかね、こう宣伝に関して、例えばですけど僕昔から思ってたんですけど、その劇団の公演のチラシってすごいお金かかってるじゃないですか。そうですね、最近安くなりましたけど、そう、まあ、言ったらそうですね、なんかそのものすごいいい紙で、はいはいはい、必ず A4、 大概 A4 で、はいはい、で劇団の他の公演見に行ったら必ずその折り込みで、はいはい、うじゃーって入ってるじゃないですか、はい、分厚いですか、ね、分厚いですよ。ほんで音楽はの場合はまあその割とこう、まあ、しょっちゅうやってるっていうのもあるんで、そこまでその宣伝として気としてかけられへんけど、まあ確かにその公演となればまあそれぐらい作るんかなとは思うんですけど、はい、ただでもそういうその宣伝のやり方が、まあ、コンピューターによってインターネットでその、まあ、SNS であるとか、そのまあホームページ でその映像も作ってこうより宣伝はしやすくなったような気はするんですよね、まあ、そういうツールを使える人がきちんとおればの話ですけど、もちろんだからそういうそのまあ、アナログ的なものがこう、まあ、そのデジタルのものを利用できるシチュエーションにはなったんやろうなとは思ってて、だからなんかその若いその演劇の子らのなんかその野心っていうのがこうなんていうんですかね、昔ほど、だから昔の方がもっときつかったような気はするんですよ、その経済状況であるとか、その例えばもう本当にフライヤーしか宣伝媒体がないとすれば、もしくはその DM ほんまにハガキに書いて送らないでピアとか、なんかそうなったとするとやっぱりものすごいお金かかるじゃないですか。でもそれが今そのインターネットだけでも結構の宣伝はできるわけじゃないですか、お口にしても。だからそうなるとやっぱりだいぶ楽にもなるようなってるんちゃうかなとかって思ったりはするんですけど、なんかそのでこう、まあ、演劇って割とそのローカルなもんじゃないですか。でそれがこうものすごい離れてた人でも、例えば YouTube の映像としてすぐ見れたりするわけじゃないですか。例えば京都だけでしか公演やってなかったとしても、その映像を上げて、それが例えば北海道の人であるとか沖縄の人でもまあ見れるわけですよね、実際の話。まあもちろんそれでほんまその映像なんで全ては見れてはいないけど、なんかそういうところでそのこうある種こう地方 の, その演劇界の中の元気が出てきたなっていう印象をちらっと僕は持ってたりはする。まあ僕は京都だけしか知らないんですけど、どうなんですかね、そういうのあったりします、どうなんですか。いや、それはある気がしますね。まあ、僕とかそういうあの本当にアナログな人間なので、教えてもらうというか、まあ、ついていくしかないですけど、そうですね、その辺がやっぱりフライヤーを巻いてるだけとか、地域の情報誌に載ってるだけみたいなことだと、やっぱりかなり限界があって、しかも本当にお金がかかる、チラシにもお金がかかる、今安くなりましたからね、印刷屋さんも大変だなと思いますけど、本当に制作費の5分の1ぐらいがなんかチラシ代だったみたいなね、時代もありましたから、だから、そうだなと思うんですけど、その今、本当に旅公演行って、見に来てくださる数がやっぱり多くなったのは、それだけ情報が僕らがやっぱり
そのまあそういうのを通じて発信していると、うん、そこに興味を持ってもらうというか、そこがやっぱりすごくあって、うん、初めて見に来てもらってるなっていう、うんうんうん、だからなんかそのそはあるなと思うんですよ。ただ僕らはその全然有名でもないし、うんうん、あのあといろんなところで全然有名じゃないので、結局でもなんか人から人へ伝えてもらうっていうか、うん、口コミしてもらうっていうのが、ね、うん、やっぱりどうか基本にあるような気はするんですよね。そうなんでね、でもその口コミっていうのがこうほんまにその、うん、まあ相対してこうっていう口コミと、うん、その今は SNS の口コミもあるわけじゃないですか。だからそこら辺のこう、うん、宣伝効果ってものすごく大きい風にはなってると思うんですね。だからその昔みたいにそのピアなりなんかこうある種のこうマスコミというか、まあそういうものに取り上げられへんかったらまあ伝わらないわけじゃないですか。もう口コミ命になっちゃうけど、今はそうやってそういうこうね、インターネットまあ音楽もちろん音楽でももちろんそうなんですけど、なんかそういうところで言うとうん風には思ってはいてて、でこうまあ、ある種もう二口さんなんか京都の演劇界の重鎮に、とんでもないそんなん言えたらものすごい怒られると思います。いやいやいや、まあでもその若いその最近のこう劇団とかってご覧になったりします？その公演とか。僕は芝居やってるくせに芝居見に行かないんですよね。ほとんど。そうなんですか。デブショーというか、うんうんうん、なんですかね、なんでだろう、行かないですね。両党さん、なんか音楽聴きに行きますか？僕はもうね、ここで十分ですわそうかっていうか、ほんまにものすごい数見てますからねそうか、わざ、まあ、でもそれでもまあ見に行きますね。でも時々休みの日に何やってんねんと思いますけどね、うん、休みの日に他の箱に聞きに行ったりとか見に行ったりとか、まあまあ仕事ですけどね、僕の場合はそのブッキングっていう仕事なんで、なるほど、なんかまあそこでこう面白いアーティスト見つけられたらいいなとかっていうのもあるし、そので他の箱はどういうやり方をやってるのかっていうのを見るのはやっぱちょっと勉強にもなるというか、まああんまり参考にならん方が多いんですけど、実は言うとただやっぱりそのね、まあ、そのダンスの公演にしても劇団の公演にしても、まあ月見とか行くじゃないですか、普通に見に行ったりとか。皆さん行くんですか？まあ時々行ったりするんですけどねやっぱでもあ、まあうちでやった劇団が、まあ例えば月見でやったらこういうふうに変わるというか、まあ作品は全然違うんですけど、じゃあうちでもこういう感じのこんなんはやれるようにしたら面白いんちゃうかなとか、なんかまあ、まあ照明のこととかでもいろいろあるんですけど、なんかそういうこともちょっと含めて考えたりはしていてて、まあまあそんなあれなんですけど、そのまあでも僕もそのまあ業界的に言うたらもう完全に僕音楽業界でずっと来てた人間で、ここのブッキングまあ好きでいろいろ見てはいましたけど、そのまあそのブッキング始めていろんなその劇団であるとかダンスであるとかそういうものにこう関わりを持つようにまあならざるを得なくなったというか実際になってるんですけど、だからまあすごい新鮮ではあるんですよ。でそのさっき言ったみたいにその演劇とかやってる子らの方がその野心的な野心を持ってる感じがすごくあるというか、なんなんやろうなとかって思ったりもしてるんですけどね。なんていうんですかね、夢を持ってるというか良くも悪くもですけど、あのお前そんなんで絶対食っていけへんやろみたいなところはこう思うんやけど、そのまあ暑いじゃないですか。でまた演劇界って暑さが、そうなのかなそうそう、なんか音楽の子らって割とちょっと冷めてるというか、そこはちょっと違いがある、うん、まあもちろん、ね、あの熱いやつもおりますよ、おるんですけど、なんやろう、うん、その演劇とかの方が熱さがあるというか、だってある種こうみんな自腹切っていろいろやってる中で、もうすっごく楽しそうに打ち上げとかでもはっちゃけてるじゃないですか。あの感じってなんかまあ羨ましいなと思うところもあるんですけど、なんなんやろうなみたいな、こう、
何なんでしょうね、これは。まあまあ。でもまあそういう状態であれば、あの、いやだから僕見に行かないからわからないんですけど、もしそういう状態であるならば、うん、まあ、非常にいいことだなと思いますよね。あ、まあそうですね。熱を持って、うん、そうなんですよ。本当に拡散していこうというか広がっていこうっていう思いがあって、うんうん、まあまあそれぞれがどこへ向かっていくのかはあれですけど、うんうんうん、そういう状態であること自体はやっぱりいいなと思うんですよね。うん、そうですよね。うん、やっぱりお芝居は他者を求めていかないとどうしてもいけないような気がするので。まあ、さっき、まあ、ちらっと二つさんがその地方に割と回ってはるっていうのが、はいはい、なんかそれってでもすごく楽しい感じですよね、多分ね。めちゃくちゃ楽しいですね。ですよね、だってやっぱ土地土地の美味しいもの食べられたりとか、まあ、そういう下世話なあれでもあれなんですけど。いやいや、本当そうなんですよ。ですよね、うん。でも完全に僕とかアル中に近い酒飲みですから、もうなんか芝居しに行ってるのかお酒飲みに行ってるのかよくわからんみたいなことになってるんですけど、でもなんかでもやっぱりお芝居を通じてってそこで出会うって、うんうん、で、まあ、お芝居、まあ、基本的にお芝居が共通で話をしながら、うん、でそこにある食べ物とかお酒とかをまた共通にしてなんか喋ってっていうようなことがあってっていうのってなんか非常にいいなって思ってるんですよ。なんか心地いいスタンスなんでしょうね、今。うん、だから、そうですね。だからさっきの話じゃないですけど、そのこう演劇をこうやめたいとかやめなあかんかなとかっていう、うん、そういうあれがなくなったというか、うん、やっぱり何かしらこう今のスタンスの心地いい感じの自分の落ち着き場所をこうきちんと、はいはいはい、あの持ってはるんやろうなとは思って。あ、そうですね、今言われて分かりました。確かにそうですわ、うん、なんかその時には、うん、なんかこうやめなあかんのかなと思った時には、うん、なんかこう自分の居場所がもうないなって多分思ったんだと思うんですよ。なるほど。だから居場所ないし、もうなんかもうあの、まあ、なんだろう、やらなくてもいいんじゃないかなみたいなのがあって、うんうん、まあ、勝手に思ったのかもしれませんけど、なんか思って、うん、たんですけど、今はなんかそうじゃなくて、うんうん、なんかこう自分がこう居場所を作るっていうか、はい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 、いいんじゃんっていうなんかことになってるような、うんうん、にしてきたような、 なんか気がしますね。うんうん、まあそのマイペースというか、うんうん、まあそうですよね。うん、なんかまあそのちょっと話変わりますけど、そのまあ僕もずっとご一緒させていただいて、その落語ですよね。はいはい、その落語自体はそのどういう形で始めようと思わかったんですか。もともと僕子供のとこから落語が好きで、あ、そうそうなんです。あの僕富山出身なんですけど、あの、冬は本当に雪深かったですね。僕今45なんですけど、はいはいはい、子供の時に豪雪が続いたりとかして、うんうんうん、あのなんか屋根の雪を下ろしたらもう1階部分はほとんど暗くなっちゃうみたいなぐらいで、だからなんかこう楽しみにラジオだったんですよね。うんうんうん、でそのラジオで、あの NHK の新内共演っていう番組があって、うん、確か日曜日の夜10時20分から11時ぐらいまでの番組だったと思うんですけど、うん、大体はあの江戸落語をやってたんですけどね、うんうん、あのずっと聞いて録音してたんですよね。うん、あのテープに録音してて、はいはい、で母親が病気がちで、うん、で母親も落語好きだったもんですから、母親になんか落語を聞かすっていうのをテープに取ってこう聞かしてたりとかして、はいはい、でもそれが自分がこう聞いてるうちに本当好きになって、うん、なんかその頃なんか覚えたものってなんか覚えてて、うんうんうん、なんかそれが音楽体験やったらまた別のあれになるのかなと思うんですけど、僕落語体験だったものですからずっと思ってて、でそれがやっぱりなんか大学に入ると大学ではまあいろんな人と出会うので、うん、落語好きなやつと出会ったりとかして、はいはいはい、知ってる演劇さんってそうだよねとかなんかこういう話するんですよね。そしたら、ああやっぱ知ってんだって言って、ただ自分でやろうとはなかなかまだ思わなかったんですけど、本当にたまたまその、お芝居をやってる中でその新作を作るときに、うん、あのある人の演出の中で落語やってくれって言われたんですよね。はいはいはい、落語好きやって言ってたのもあるとは思うんですけど、はいはい、落語やってくれと、はい、なんか落語をしゃべるなんか変な人みたいな役があって、はいはい、あのずっと落語を言ってるから、で初めてちゃんと覚えて、はい、落語を舞台上でちょっとやったんで
ですね。でそれは丸々ですか？ね、お芝居で使われたの部分なんですけど、あの紙くずっていうあの話なんですけど、そういう一部だけ使って、うん、でもそれがたまたまその劇研演劇祭の、はい、あの中の作品だったんですよ、はいはい、なの でその演劇祭をやるため の、はい、そのプレパフォーマンスみたいなの、はい、新風館でなんかパフォーマンスをやるという機会があって、はいはいはい、でじゃあその時にじゃあ我々のチームは何しようかって言った時に、うん、僕落語ちょっと覚えてるから、うん、落語やりますって言って、うん、実際にあの新風館 の、ま、中庭っていうか、はいはい、外ステージのところで、はいはい、一応マイクを真ん中に立ててもらって、はい、落語一本やった。それが実際に落語をやったっていうのの初め。新風館デビューですか？そうなんですよ。でしかもこうマイク真ん中にありながらこう紙下に大きく振るから、うん、そうですよね、全然聞こえてないみたいな状態になってみんなポカンとなってるんですけど、でもあれが初めて でそれからなんか落語をやるようになったんですよ。具体的にやるようになったんですよ。でも それをやったがために、うん、あの演劇祭 あのプレイベントで他の劇団もたくさんいて、はい、でその後打ち上げと称するものがあって、はいはいはい、で二次会というのがあって、はい、っていうとなんか今日が乗ってるので、はい、であの普段は劇団同士がそんな仲良くなかったんですよ。今はどうか分かんないですけど、はい、仲いいのあるかもしれない、はい、仲良くなかったのが一度ちょっと返したもんですから、はい、あのある人がサッカーやろうやとかボーリングやろうやとかって言い出したんですよ。要するになんかこう横つながり作ろうや、はいはい、言った時にいや僕落語やりましょうよって言って、うんうん、そしたらみんな何言ってんのみたいなポカンとなったんですけど、うん、でもあの劇研のプロデューサーの杉山淳っていう人がいるんですけど、うん、その人が本当に落語やろうってなって、うん、で劇研寄せっていうのを作ってくれたんですよ。なるほど、ええ、でその時はみんなそんな乗り気じゃなかったんですけど、うんうんうん、お前やるって言うて飲んでる時にやるって言った人も何人かいたので、うんはいはいはい、お前やる言うたよなっていうんでこう引っ張って、うん、でその月経寄せっていうのをやるようになって、うん、京都で役者たちが落語をやるようになっていくっていう、なんか流れになったんですけど。それ今でもやってるんですか？やってます、やってます、やってます。今12年やりまして来年13年目になるんですけど。ああ結構な流れ、結構な流れになって。そうなんです。それもあれですか、その今の若い劇団の子らとかもやってたりもします？そこなんですよ。そこを本当はそうしたいんですよね。ああなるほどね。だから劇団っていうのはそれぞれこういうなんかこう単体であるものを、はいはい、そのお芝居でつなぐっていうのって、はい、なかなか難しいんですよ。それぞれの考え方なりその世界観で芝居作ってますから、なんかこう渡るっていうのは、まあ、客演するっていうのはあるんですけど、はいはい、とかプロデュース公演があって出会うっていうのはあるんですけど、はい、でもなかなかその劇団間のこうつながりっていうのは難しくて、うんうん、だからこう芝居じゃなくて落語だったら、はい、ちょっと、まあ、所詮素人落語だし、はい、ずれて、はい、なんか集えるんじゃないかみたいな狙いもあるんですよね、うんはいはい、だからあのその若い劇団の人とも僕はだから見に行かないのがその一番のあだになってると思うんですけど、うん、落語やらへんってこうなって、うん、なんか同じようなこう世代はまあ、50手前からこう20代までが並ぶよう なんかこう役者がやる落語を並べると、なんかそのまあ落語を所詮うまくなったってどうってことはないんですけど、そのでも並ぶことによってなんかこう演劇的 こうなんか技術がなんか伝わったりとか、飲み会でなんか喋ってる時にこの時はこうやったよみたいな話になったりとか、なんかこう交流できたりとかすると、もう少しそのなんかそれぞれが理解している京都の演劇界みたいなことがもっと膨らむっていうか感じがあって、そうなりたいなっていうのはなんかこう理想としてはあるんですよ。僕はね、なんかね、うん、逆の印象で、うん、その演劇界、まあ、京都演劇界っていうのは、まあ、あるのかないのかっていう感じなんですけど、うん、ただなんていうんですかね、こう劇団それぞれあって、うん、でもものすごいこう絡み合ってるというか、っていうか大概見る顔はどこで行ってもいるというか、なんかそのただそこがちょっとなんやろうな、つながりすぎてちょっとどうやろうみたいな、なんかもうちょっとこうなんていうんですかね、こう一個一個の劇団がとんがってても面白いんちゃうかなみたいな
なんかイメージなんですけどね、僕は。ああ、そうですか。あ、まあ、言うても僕が知ってる劇団の数なんて知れてはいるっていうのもあるんでしょうけど、いや、僕より両者の方が知ってるんじゃないかな。なんかね、まあまあ、でもそれはそれでいいことだとは思うんです。うん、ただなんかでもね、その評価がなんかそれぞれのこう身内の中だけで終わってしまってるような感じがしないでもないというか、うん、そうなんや。ちょっとやっぱその第三者的というか、客観、まあそのオーディエンスというか、そのいうところからの視点をもうちょっと意識してもいいん違うんかなっていうのが、まあ僕が知り得る知識というか情報の中ではなんかちらっと思ってはいてるんですけどね。なんか、いや、僕らの頃はそんなこと全然なかった。やっぱ遠い存在で、どちらかというとあいつの演技は気に入らんみたいなことが先に立つっていうか、近づくのにものすごい時間がかかる。いや、だからね、僕ももともとはね、そういうイメージだったんですよ、その演劇っていうものに対しては。だけどその、僕がこう知るようになると、そこがあんまりないんやなみたいな、なんかその、でいや、すごいいいんですよ。だからお互いめっちゃ助け合ってるというか、この間出てた子が次の他の公演ではなんか照明で来てたりとか、で違う公演ではなんかその武官というか制作におったりとか、もう僕が知ってる限りの公演には全てその子がいてるみたいな。よさんめっちゃ詳しいじゃないですか。いやなんかそういうなんかダンスはなんかそういうイメージも若干あると、なんかちょっとずつみんな重なってるみたいな、出るっていうところもあるでしょうけどね。あ、そうですか。芝居そうなってますか。いや、という、いや、わかんないですよ。僕の何ならあれなんですけど、でもあれですよね、二草さんもだからこうなんか劇団とかより、もう演劇とかより、そう、例えばそのダンス、まあ、北回り、この間出てもらった北回りとか、まあ僕にしてもそうですけど、こう全然異ジャンルの人とのその関わりの方が結構強かったりするんかなとかって、そんな話を聞いてると、なんか その方がなんか居心地いいなみたいなことはあるんですけど ね。なんかこう演技のっていうことになると、なんか若干面倒くさいっていうかことになっちゃう。まあ、自分が面倒くさい人間だっていうことなのかもしれないですけど、あの、なるので、そうじゃない人との方がなんかこう発見が多いし、なんかこう面白いなっていうか、っていうふうに思ってるところはあるような気がしますね。いや、まあその落語っていうのを、まあ、もちろんそういうところからいてはるんかなとかっていうのもあったり、まあ言うたら、まあお芝居ではないじゃないですか。落語っていうのは、まあ、だからそれのか、まあ、さっきも言ってはったみたいに、もともとはそういう、 こう縦のつながりを横のつながりにしたいみたいなところを言ってはったんですけど、なんかそれがこう横のつながりがこう音楽であるとか、そのダンスである方向に行っただけであって、まあ、だからそういう意味では全然的は外してないんやろうなみたいな感じはするんですけど。そうですね、なんか一時なんか全然お芝居には呼ばれないけど、ダンスに呼ばれるみたいな時期があったり、それで旅公演、あの、踊りに行くぜって企画があって、地方に行くのを、なんか呼んでいただいて、なんかこう旅行くとか、だからなんかお芝居で旅行く以前にダンスで旅に行っていて、でその時になんかこう、あ、見ましたよみたいな、広島で踊りに行くぜ、なんか現代美術館やって、でお芝居で行ったら、ああ、見ました。でその人がでも、その人たちがなんかお客さんについてくれたとか、なんかそういうこともあったりとかして、ありましたね。ダンスの公演の時って何をしてあるんですか。そのお中のお芝居をしてあるってことですか。そのダンサーではないですよね。なんかその作品にもよるんですけど、なんかこう、まあ、落語をやってるっていうのもあるので、その落語を使って落語ダンスっていうのを、あの制作したり、あのセレノグラフィカさんっていう、はいはい、デュオでやってらっしゃるとあの一緒にやるようなことがあって、で僕落語やってるので落語ダンスっていうのを、まあ、構成して、で、あの片側落語ってやるんですよ。片側落語って、あの普通だって、あの、あの火炎太鼓という非常に名作っていうか、あるんですけど、あの旦那さんが喋るのと奥さんが喋るっていうので、こう夫婦の会話なんですけど、でこう右向いて左向いてこう喋るっていうのの、片側は喋るけど、右向いては喋るけど、左向いた時に喋らない。で、右だけ喋るみたいな。
その隙間に動きがあって、そこでダンスするみたいなのがあって、それ面白そうですね。めっちゃ大変だったんですけど、もう、まあ、言うて初めて整理するのに言えへんっていう制約の中で、いろんなこと考えよんな、みんな。そう、本当そう思いましたよ。ねえ、そんなんあるんや。な、発想は面白いですよね、そういうところの発想がね。そうですね、なんか僕らが普通に、だから舞台で演じているとか、例えば、まあ、落語、まあ、話し家さんになれないので、結局なんか演技の延長として僕ら捉えてやってるんですけど、それをなんかダンサーさんとかは解体して、そうですよね、使うっていうか、それ解体されて、なんか断片をなんか利用されていて、うわ、そんなのがあるんだっていうか。まあ、そうですよね、まあ、お芝居にしても落語にしてもある種完成されたもんですもんね。そうですね。だからそれをやっぱりその解体して使わんと、うん、結局そっちに乗っかるしかできへんようなシチュエーションになるってことですからね。そうですよ ね。その意味で言うと、うん、そのアコーディオン落語って亮さんとやらせてもらってるのって、うん、なんかこう僕古典落語そのままやってるじゃないですか。はい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 。別になんかこう切り張りするわけでもなく、はいはい、遠慮するわけでもなく、はいはい、なんかこうやってて、でもこうそれに合わせてというか、合わせてるのかどうか、その感覚もちょっとお聞きしたいんですけど、うん、なんですかね、その即興ある種ね、僕ね、まあ、もちろんその物語ですから、はいはい、ある種のそのストーリーに寄り添うっていうところでもいてはいるんですけど、うんうんうん、やっぱりそのミュージシャン的感覚で音ですよね、うん、音にどう反応するかっていうところ、うん、まあそのセリフというか、はいはい、そのセリフの響きというか、うん、そこにこうどう反応、まあそのテンポもあるじゃないですか、うん、バーって喋るとテンポもあれば、はいはい、一瞬間が空いたりする時もあるじゃないですか、はいはいはい、そういうテンポだとか、うん、なんかそういうところにこう、うん、自分の感覚をこう持っていくに近いかなみたいなところがあるんですよね、うんうん、でもつ大体は初めて聞くやつとかあるじゃないですか、はい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 、全然亮さんが知らない話をやるって、はいはいはい、それを僕はこう例えばこうわーっとこう盛り上がるような話がわーっとしゃべって、なんかセリフも音楽やとやっぱり思ってるところなので、リズムでわーっとこういって、はいはいはい、でトンとこう間が空くみたいな、はいはい、でもそれちゃんとあったりするじゃないですか。あれはね、だからね、そのリズムなんやと思うんですわ。だからその、それ読めるってことなんですか？読めるというか、感覚的に分かるんでしょうね。だからそのために、その例えばその落ちるもの、落ちるところがあるために、その前をこんだけテンションを上げてる。だからこんだけテンション上がったまま、ずっと上がりきることはありえないじゃないですか。そうですね。ということは、ここまで、まあそんな頭で考えてないですよ、もちろん。感覚的にですけど、そのパーっていって、たらもう次絶対落ちるやろうなみたいな何かしらの感覚があるやろうなと思う、うん、そこに関しては、うんうん、その時の、うん、で上がるためにはなんかいろんな要素があるんですけど、うん、感情みたいなことで上がっていく時があって、うん、その感情わーってその感情みたいなこともやっぱりそれは感じてやってるんですか。それただリズムとか音とかじゃなく感情みたいなことも入っているわけです、うんうん、あだけどやっぱちょっと難しいなと思うのはその例えば音楽ってやっぱ支配できるじゃないですか、うん、例えばものすごいこう暗いそのコードというか超短調の音を出せばどんだけアホな楽しい話をしてたとしても、うんうん、あなんかこれ怖い話なんかなっていうふうに支配しちゃうし、逆にこうどんだけ暗い話をしてたとしても、うんその長調、まあ、メジャーコードのもんがパーって出てくれば、うん、あこれは笑い話なんやなってやっぱりこう、うん、人はそうやって感じるもんやと思うんですよ、はい、だからそこをなるべくそのさ一番最初の話じゃないけど、うん、そのフラットにする、うん、そのさっき言ったみたいに本当に悲しいんやけども、うん、そこに何かこうシニカルな笑いがちょこっとあったりするとか、うん、そういうそのなんていうんですかね、じゃあ喜怒哀楽喜びっていうのは確実に単なる笑顔ではもうないみたいな、そういうところの何かしらのこう複雑なところというかフラットなところっていうところはやっぱり意識はしてて、そのまあストーリーは知ってるからといってそんなにそのメジャーにするであるとかそのマイナーな感じにするではないようなことは意識はしてる
ところはありますか、ね、なんとなくですけど、うん、なんかこう一瞬間瞬間でうわうわってなるのがすごく、うん、なんかこう作られてしまうとなんか乗っかっていって気持ちがいいみたいなことになったりするんですけど、なんかそうじゃないなんか出会い方がすごくあるような気がして、うんうん、まあでもダンサーとやってる時もそうですけどね、うん、なんか、うん、そのテンションなりこう、うん、まあまあまああれなんですけど、うん、そのですね、二口大学さんと、僕とですね、これでやらせていただいてる、落語と朗読とアコーディオンの会がですね、7月の15日でございます、それ朗読も入るんですね。あ、っていう話じゃないんでしたっけ。あ、いやいや、あの、いや、あ、そうですね、はい、あのまだ大丈夫です、大丈夫です、はい、いやいや大丈夫です、大丈夫です、まあまあそうでした、そうでした、忘れてました、はい、祇園祭りのですね、よいよい山でございますということで、今年も浴衣でというのをつけさせていただきまして、皆さんぜひ浴衣でお越しいただきたいなと思っております。7月15日ですね、皆さんぜひ足を運んでいただきたいなと思っておるんですが、あれですよね、広田さんと何かしらいろいろやられるんですよね、はい、そうなんです、さっき言ってました、まあ、ユニットを組んでいるっていう、はいはいはい、この下闇という、うん、まあ、演技ユニットですけど、それで作っている、うん、まあ、紙風船っていう作品がありまして、名作ですよね。そうですね、岸田國士さんという日本の近代劇の父と言われているとか、いう人なんですけれども、大正14年に書かれた作品なんですけども、日曜日に夫婦が、新婚1年目の夫婦が会話するっていう、うん、ただただそれだけのお話なんですけれども、それが大正14年に書かれたとは思えないぐらい、もう現代に通じている話で、だから本当に、なんていうか、男と女とのなんかこう価値観が変わらないねっていうなんかお芝居なんですよね。ここでも一回やられましたよね。そうなんですよ、ね、あれすごく印象残ってますわ僕。ああ、うん、なんかね、ここにあの舞台のところで座ってはって、そうです、舞台で僕が新聞広げていて、で、ヒロさん、あ、二人とも着物着てるんですけど、編み物編んでいて、でそこでなんかこうただただこう日常会話するんですけど、突然ちょっと夢みたいな話で、うんうんうん、あの鎌倉に旅をするみたいな話になって、で、まあ、その当時大正14年って言ったらやっぱり、まあ、男性が優位で女性がっていうような、うんうんうん、あの時代背景がある中で、でもその中でもその近代という、うんうん、あの中でそのリベラルに夫婦、まあ、人間関係が形成されていく過渡期っていうか、まあ、芽生えみたいな頃だというような気がするんですよね。なんか その中でのこの夫婦間でのこうちょっとやり取りみたいなこととか、時代背景も含めてなんですけど、それが今と重なりすごく面白い、うんうん、なるほど。それが、5月の30日です。はい、31日金曜、金曜日土曜日ですね。そうです、はい、これは YM 町屋舞台でいいんですか。そうです、YM 町屋舞台、初めて聞きました。あ、そうですね、それのこけら落とし公演っていう形なんです。はい、あの YM カルチャースクールっていうのは堀川、はい、松原と大宮松原の間にありまして、はい、それであの残念ながらシャッター商店街なんですね、ちょっと、はい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 、でそこを借り受けた人がシャッターをガラガラと開けて、はい、そのまあ、言うとギャラリーみたいなとか、うんうんうん、カルチャースクールをやってらして、うんうん、でその中でその本当に普通 の, あの町屋なわけですけど、はいはい、それをそのまま使って舞台にしてみようという形で提案していただいて、僕らさ、うんうん、じゃあ紙風船だったらやりますよという形でなんかあの実現した公演なんですけど、なんかあれですよね、京都ってそういうのがなんか増えてますよね。そのこう、まあ、もちろん町屋をこう利用してどうのこうのっていうのは昔、はい、まあ、昔というかよくある話なんですけど、うんうん、はい、そうやってこう、ね、舞台であるとか、まあ、ちっちゃいライブであるとかっていう、そういうそのスペースをこうあえて利用してみたいなこう作り方をするというか、うんうん、そうですね、うん、あの実際にそこで生活するっていうことになるとまた別の話かもしれないんですけど、うん、まあ、やっぱり空いてる場所が結構ある、うんうん、あるんですよね。で、もう
時間が経てばもう潰さないとどうしようもなくなるっていうものを、うん、やっぱり人が住むことによって生かしていく、うんうん、で人が来ることによって生かしていくっていうので、それがあのいろいろこう増えると、うん、町自体がやっぱり活性化する、うん、これでもなんか打ち合わせに行って、これ7月に僕一人芝居もここでやらせてもらうんですけど、はいはいはい、スーパーの、うん、この、 あの YM 町屋舞台のある、うん、そのお迎えがスーパーなんですけど、スーパーの方がちょっとなんか学生さんみたいな若い人が撮るといいねって、それだけでもいいねみたいな、なんかね空気になるんですって。そうじゃない、若い人通らなかったらもう本当にもうなんかみんながこう気持ちが沈んでいくみたいな空気があるらしくて、ですからなんか人が本当になんかちょっとでも集まるとあるかなと。なんかまあこう土地なりこうそういう場所なりを持ってる人っていうのがこう、うん、なんていうんですかね、やっぱこうコンテンツ自体に対してはあんまりこう知識なり情報収集能力がない方が多いじゃないですか、うん、だけどそうやってこう何かをしたいっていう人間、まあ、特に京都は若い人が多い、まあ、学生さんも中心であるんですけど、やっぱそこ、まあ、その地方でもそうやと思うんですよね、うん、そういうまあシャッター街っていうのはもうあるじゃないですか、はい、だけどそういうところ、まあ、最近はそういうのでどんどんこう、ね、ある種アーティストレジデンスで使われてたりとかもいろいろこう動きが出てきてるのは確かにあるなと思うんですけど、うん、なんかもうちょっとそういうのがスムーズにね、うん、なんか、まあ、やっぱりこう思うんですけど、そのアーティストと、うん、まあ、アーティストっていうか表現者と、うん、そのそういう情報を求めてる人の間に立つ人の数がやっぱ日本ってねちょっと少なすぎるなとか思うんですよ、キュレーターって、まあ、キュレーター的な人というかプロデューサーというか、まあ、だからそこで、まあ、ある種の経済が成り立つようなシチュエーションじゃないと、まあ、仕事という形になるんで、まあ、実際時間も使ったりお金、まあ、うん、お金も使うことにもなるから、まあ、そこである種のこう経済が成り立つようなシチュエーションっていうのがやっぱりもうちょっとね、うん、ただなんか、ね、いろんなモデルケースが出来上がって、うん、やっていったらもうちょっといろんなことがうまいこといくんちゃうかなとかって思うんですよね、うん、なんかそこら辺をちょっとその地方とかでもね、うんうん、で京都はもう地方じゃないですか、はい、の言うても、はい、で京都は割とそこら辺のこうモデルケースになり得るんではないかなっていうところは僕は思ってて、うんうん、だから京都がもうちょっとこうそこら辺だけでもうちょっとなんかいい具合になるようなシチュエーションになったら、うん、多分その他のいろんな都市でもきちんとなっていくんちゃうかなとかって思ったり、うん、まあ実際慣れてるとこもあるとは思うんですけどね、そうですね、特に最近大学でもアーツマネジメントとかみたいなこと授業とか増えたりとかしてるんですけど、うんうんうん、実際それ卒業してどうしてるのかなみたいな思ったりもするんですよね。そうですよね、うん、でその人たちが多分活躍するのうん、場があるとすれば、うん、多分そういうところを開拓していって、そうなんですよ、もう自ら開拓していかないとダメですもんね、うんうん、実際ですね、うん、でそことだからこのコンテンツを持っている人たち と、うん、とその地域と結んで、うん、でその連携していくみたいな形を取っていくと、うんうんうん、いやそれは一つのなんかこうビジネスって言ったらなんか大げさなことではなくて、うん、なんか一つのなんか流れになるんじゃないかってい う、 こ と、 です、ねことになるんじゃないかっていう、だから別にね、はい、そのものすごい儲ける必要性は全くないじゃないですか、経費がトントンになればいいだけの話であって、そうなんです、なんかそういうところ、まあでもアートマネジメントって言葉も最近ですもんね、ね、だからまあ今からそういうことがどんどん膨らんでってくれるんちゃうかなとかって思ったりもするんですけど、うん、そうですね、うん、僕ら三重ってよく応援させてもらうんですけど、うん、この 4,5 年、うん、飲食店でご飯を食べてもらって、うんうん、その後リーディング公演を見るっていう企画が毎年11月にあって、三重はまあまあこういったあれですけど演劇不毛の地って、うんうん、ご自身たちはおっしゃってて、うんうんうん、でそれをなんとかそれを変えていきたいっていうので、うん、お芝居見に来てくれって言うとなかなか敷居が高いし、うん、人たち何みたいになるの で、うんうん、でそれをこう飲食店と美味しい、うんうんうん、すごく天皇陛下が来たこともあるような洋食屋さんで、うんうんうん、そのご飯を食べコースを食べてもらってそのレディを見てもらうというなんかこうそういう努力もねものすごくされていて、で実際にこう何年かこう継続してやっていくと人もちょっとずつ集まってきてみたいなことって、うん、
あったりとかして、うん、だからそういうなんか仕掛けみたいなことをどんどんやっていくっていうのって必要だなとは思うんですね。それともう一つが、今週末ですね、5月17日の土曜日、はい、これは広田優美さんの朗読の会ですよね。そうですね、今度7月の15日にあの落語と朗読とアコーディオンをやらせてもらう、その、あの広田優美さん、優美っていうあの一緒に芝居やってるんですけど、彼女の朗読会っていうのを19回目になるんですけど、結構なあれです、そうですね、もう地味な朗読会なんですけど、本当になんかこうただただ呼んでるだけなんですけど、うんうん、音楽の流れるわけでもなく、うんうん、なんですけど、別役みのるさんっていう、うん、あの劇作家で、はい、まあ、童話作家でもあるんですけど、はい、その方が書いてる作品を、まあ、読むっていう会なんですね。これは、西陣ファクトリーガーデンというところですよね。今出川上福寺上がったところにあるんですけど、本当に西陣織のネクタイ織の工場の跡地なんですけど、ね、非常にいいと、もう土壁と木でできているところで、あの音の響きがすごくいいんですね、うん、あのなので心地よい声の響きに、あの浸りに来ませんかというお誘いですね、はい。皆さんぜひ足を運んでください、はい。なんやかんやでいい時間にやってまいりました。はい。あ、本当だ。そうなんですよ。結構ね、あっという間に時間経っちゃうんですよね。こういう。本当だ。びっくりです。まあ、あの7月15日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またあのいろいろといろんなお話を聞かせていただきたいなと思っております。本日のゲスト二口大学さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に一曲皆さんに聴いていただこうと思うんですけども、 DIS というスーパーグループ、スーパーユニットがおりましてですね、バイオリンの宮島彩光さんのライブがですね、6月4日、ここアバンギルドで、アーバカナ4というユニットで出演していただくことになっております。他出演者がバキリノス、モグラが一周するまでと、UR レディオですでに出ていただいた2組も出ていただくことになっております。それでは皆さん最後にですね、その曲を聴いていただいて、本日の UR レディオの収録を終わりたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。